今日の自由律俳句。天気図の棒の先から寒波来る。テーマ、寒波。カモメさん。春を連れてくるのもあの棒かもね。新学年、またデビュー失敗。テーマ、新学年。若葉猫さん。まだチャンスはきっとあるよ。働かせすぎたコピー機がうなる。テーマ、違和感。若葉猫さん。このコピー機もそろそろ引退ね。体重計の上でご飯を食べる。テーマ、ダイエット。ピーピーさん。ご飯の時は考えたくないな。人生の鑑定団はいつに来る。テーマ、鑑定。カムイさん。人には鑑定されたくないけれど。泣かせてくれるから大好きな歌。テーマ、論理的。若葉猫さん。需要と供給だね。全部忘れた、でも気は確かだ。テーマ、記憶力。若葉猫さん。順調に老化してるだけだね。